来たわ。はーん、出ました。クソパーク代表、反射回復を、救いたい。今回、こちらの、はい、いきます。あ、この人ね、もう、この動画を撮って、もう、なんか3、4回ぐらい当たってる、この、信頼と実績の度合いっていう、この方ね。もうこの方に任せておけば全て大丈夫と。もう信頼を置いてるんで。で、反射。まあなんだけど、ちょっと。お前、まあなんだけど。まあまあ、お肉屋さんがなければいいんすよ。お肉屋があった時点で終わり。いや、もうまあ、ちょっとまあの時点で終わり感あるけど。私、じゃあ、はい、こちら突入いたします。この反射回復というのがですね、ちょっとしれっと変更があって、95% だっけ ?95% 以上、確か。溜まると、自動回復すると 5% はもうサービスしてくれるみたいな。回復するよっていう、そういう仕様に変わったんで、ちょっと待って、やばいか。ナチュラルに、自分で回復施さなくても反射回復で全回復したいという。まあ、そういうね。もう無謀な挑戦してます、今。ナイス?あ、やばいね、これ。これダメ。で、まあ、一発食らっとくことがとりあえず大事。ここ大事なんで。はい、お肉屋ないです。はい、はい、来ました。お肉屋ないです。お肉屋なしタイム来ました。これ、お肉屋あった時点で、これ、崩壊するからね、もう。この企画終了なんで。はいはいはい。で、反射回復というのはですね、一回、あれ、これ32メーター以内だっけ ?32 メーター以内か16メーターか。多分32かな。32メーター以内で自分のね、その範囲内で味方が一発食らうと、これやばい。味方が一発食らうと、残りの回復ゲージの半分回復してもらえると。なんで今、1ミリも回復してないんで私、誰かが32メートル以内で食らったら 50% のゲージ一気にもらえるんですよ、これ。もう一気にもらえる、これ。で、次に、あ、ちょっと、で、次に誰かがその範囲内で食らったら 50% 回復してるから残り 50% でしょ。やばい、来てる、大丈夫。だからそれの半分の 25% もらえると。なんで 75% なわけですね。で、その次は、残り 25% の半分だから 12.5%? 87.5% になるっていう。相当、もうちょっとずつ積み重ねるやつね、これ。かなり厳しい。もう、今だって3発食らってこれでしょ ?87.5 でしょ。で、次が 12.5 残ってるから 6.25 とかになるわけですよ。そうするともう、いくつかわかんないもん。もう、こうなるといくつかもう、わかんない。ただ、やばい。あ、大丈夫。87.5% の 6.25 だから、ちょっとね、届かない。若干95に届かないんだよね、多分。ちょっと届かないよね。93% ぐらいにしか多分、92、3% ぐらいにしかなんないから。この単純計算でいくと範囲内で、ちょっとまずいかも、これ。倒すの?もう倒すしかないね。ちゃんは板減らし魔人なんで、まあ基本突っ込んでくるであろうという。なんか板がなくなる前になんとかしなきゃいけないんだけど、無理あるよね、これ。なんで私の単純計算で言えば範囲内で、どなたかが、まあ、5回食らってくれれば自然に回復、あ、これ死んだんじゃない ?5 回食らってくれればいいと。まあ、多分ゼロだと思う、今。これ、ちょっとやばい。やばいか。あ、これはあかん。あ、これやばい。もう痛い。小屋板使いたくないけど、すいません。すいません、小屋板。もうこんな序盤で使ったらまずい。いや、苦痛に来るね。あ、これまずい。あ、これまずい。これまずいっすね。ちょっと待って。お前、ばあ、もう、これ、ボタン、多分同じだからね、キーマウだったら多分大丈夫だったんだけど、あと、ボタン変更してれば。ちょっとやばい。はい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 。私は殴られる。まあまあ、今はまだ多分1チャージももらってないんで、ダウンした、いや、もうなくなっちゃうよ、このあたり。ダウンしても問題はないけど、ダウンはしたくないですよ、もちろん。ダウンするほど、もう、まーちゃんというのはきつくなりますんで。結構、でも、深追い、どう?いや、いるわ。いるわ。いや、違う、こっちじゃないのよ。誰かが、そうそう、はい、ナイス?あと2、2台になってるけど、多分固まっちゃってんだよな、これ、同じところでヤンヤしてたから。あ、ナイス?え、ナイス?ナイスだけど、ここ使いたくないけどね。いや、多分ね、小屋周りというか、あっちのライン上に固まってると、小屋と、そこでしょ、こう言うと。で、向こうとかにあるんじゃないかね。1台ぐらい。いや、これちょっと、あれどういうことよし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 。いや、それ、まあ、微妙なんだけど。まーちゃんの試合としては微妙なんだけど、反射回復としてはそれでいいと。はい。これ私が、あえて、まーちゃんに追われてる人にちょっと近づきつつ、やっぱ固まってるよね。そこに1台あるもんね。これ1入った
微妙かなこれ。なんか若干微妙な気がする。お、ちょっと、いやでも固まって、この列に1列に3台あるもんこれ。そうだね。あれあれ、固有じゃない、固有やってくれたのか。丘にあんのこれ。真ん中の1列やって、普通に本当に端に、まあそうだね、そりゃここでずっとヤンヤしてたから。これはちょっとちょっと、あでも追われてんな。まあでもこっち側にないと考えたら行く意味あんまないもんね。ちょっと私は怪しまれない程度にね、ちゃんと範囲内で誰かが食らうのを見届けると。誰も食らってない、大丈夫。今これ絆で見えてないけど、まあまあ見えてなくてもね、絆 16m だからちょっと狭いんで。あれこれ反射火薬で 16m だったっけ。ちょっと忘れた、後で見とくね俺。後で、え、あいるのこれ。あいるね、いる。あじゃあいるの、違うのよこれ。まちょっと全然違うの。あこれ使わざるを得ないやつだこれ。ってか間に合うのこれ。はいはいはい、これ 3% 強い。もうダウンしてはいけないんで、もう基本 3% を持ってきてますね、こうやって。はい、スマチャクさんとかでもいいんだけど、まあ一回もう追い切られたら厳しいんで、常にダッシュしとくと。これ誰追われてる、フェン。フェンどこいる。まあでももうこっちにしか発電機ないからな。でもちょっとあんまり、え大丈夫、これ入ったんじゃないですか。もうみんなのダメージが私の養分、もう皆様が食らえば食らうほど私が潤うという、そういう仕様になってますんで。2になった、2。いやでも残り1台重いね、これ1列並んでるもんな。でこの周り結構板チョロ使っちゃったんで、私がチェイスでね。そうなんですよね、やっぱチェイスしてるポジはなくなり、ここに1枚あるけど、チェイスしてるポジションは板がなくなりがちだけど、発電機もねそこに残りがちなんで、結構最終やばいんですよねこれね。大丈夫、くらっ、あ食らった今、ちょっと見てなかった、食らった、食らった、 3?3 カウント。いやわかんないんだよな、範囲に入ってない可能性があるんだよねこれね。範囲に入ってない可能性がある。ちょっと待って、ちょっと待って、四時方向のおばちゃんはちょっと、しかも無音、無音、ちょっと厳しいから。もうあやばい、これもうカウント入ってるかもしれないから、まずいよこんなとこでやる。 あかんかも、あちょっとあかんかも、これ。いやもう使いとうないけど、ここ使ったらマジの終わりじゃない、これ間に合わないんじゃないか、しかも、あ間に合うか。いやこれもうマジの終わりなんだけど、この周り、これはねちょっとまずいですよね。これ、本当は回復しないといけない。回復して板はなるべく節約しないと結構まずい。しかも、もう、すまん、ここしかないんです。ここしかないんです。ごめん。ここしかなかったんでしゅ。絆。絆でなするというね。通称、絆すり。もう最悪だと思うよ、これ。え、今1入った ?4? いや、メートルの概念ちょっと難しいんだよ。ゲーム上のメートル。なんかね、思ったより遠かったり近かったりするからね、これ。いや、これ、厳しいわ、もう、まーちゃん。もう、終盤になったら、喉カラッカラになってる、多分これ。終盤まで喉が持つのかっていう。まあ、まーちゃんに耐えられるのかじゃなくて、私の喉が耐えられるのかっていうことになりますから、こんなの。いいよ。今、3?4?3?3? え、もう、わかんねえ。わかんないぐらい、わかんないぐらい。大丈夫。結構溜まってたね、今。今、ちょっと。今一瞬確認してくれたね、今。あそこはまあまあ誤差だから。やばくないそれ。ああ、え、次の一発でいけるんじゃないか。今のゲージ的に次の一発でいけそうじゃなかった。いや、どうだったか。ちょっと一瞬過ぎて分かんなかった。今 75% だったとしたら、あと2発もらわなきゃいけない。あ、2発もらうんじゃない。2発もらうの意味が違う。誰かがもらわなきゃいけないっていう。いやこれどう、ちょっと場所まずい、これ本当は回復しなきゃいけないよね。こいつなんで回復しないんだって思われるわ。結構先般よこれ。大丈夫、自分で何とかするから。出ました、名言、デッドバイデイライトの名言出ました。いやこれ忘却入るんだよな。いやでもこっち側来てるんじゃないかこれ。どうするこれ。 あっち側割れてんのか。じゃあ行くか。じゃあ、あ割れてる、ちょっと待って、割れてる。おちょまずい、まあ、これでもちょっと信頼と実績のドワイティに救助任せて、ちょここで一発もらったとしたら、あるよ、これ、回復、全開。いや、まだ、もう2回かな。あー、大丈夫、これ、範囲入ってるのかな。ずっと弱ってる。この角刈り、ずっと弱ってる、おかしいな、あと1回か。でも、あと1回ぐらいだと思う。先ほどのゲージを見る限り。おそらく 75% とかだったと思うんで。まあ、2回、まあ、2回、ちょっともう、範囲が入ってるか分かんないけど。これやばいっすね、これ。まあ、多分、丘だけど、こっち来るよな。そうっすね。来てますね。
まあ、90はその間にしていただけると。はいはいはい。なるほど。やばい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 、ちょっと待って待って待って。もうちょっとだから待って。もうちょっとだから狙うの待って。他の子の方がいいと思う。他の、大丈夫。他の、いや、しかし攻めないとどうにもなれ。あそこで冷静でね、みんな回復してますよ。はい。私は冷静さを欠いています。なぜならもう角刈りの時点で冷静じゃないからですね。なかなかヘアスタイルを角刈りにするということは、ちょっと忘却怖いんで、いい。いい、ごめんね、ほんと。ドゥルーン解除とおばちゃんだけ処理して、そのまま帰宅するっていう。いや、ただ、これどっちだ？あ、これね、あ、来て、あ、これで入れ替わるから、シフト。これで、入れ替わる。いや、食らうんじゃないか、これ。これ、食らうんじゃないか？食らってないね。食らってない。いや、食らった、食らった。いや、全然回復、あれ？まあ、角刈り不祥兵なんだけど、ずっと。あれ、おかしいな、これ。思った以上に、ちょっと待って、思った以上にメートルシビア。あ、これはどう？ここ、どう？やりました。私、元気もりもり高森浩二出ました。スキアレイディオでおなじみ、元気もりもり高森浩二。もう、ま、これで完全体になったからね。これですね。はい。見ました？これ。やばいやばいやばい、これ、釣るのであればいける。釣らなくても私はもう脳筋発電ゴリラするからね、もう。あ、釣ってね。釣ってくれるね。共鳴とかあったら終わりなんだけど、俺。やばい、他の子誰もまだできてないから、これ発電機。共鳴あったらジエンド。よし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 、ある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 。ございますよ。はいはい、ございます、ございます。はいはいはい、はい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 。これですね。で、ゲートを開けさせて、あの子位置釣りなんで、まあ、こっちのゲートをまずちょっかい出してからね。でも、キャンプしてるかどうかって感じだけど。こっち来られたら意外と何もないから。意外でもないけど。来てんのよね。来てんすよね。え、これ大丈夫、あ、でもナイスキル、ナイスキル。ナイス。あっちのゲート、あっちのゲート。え、あれあれ、ちょ、あ、え、まーちゃんとか開けてる、これ、まずい、まずい、なんかあるかもしんない。何かがあるの、何かあんの、それ。ちょっと、フェンが震えてる。ちょっと待って、フェン震えてたな、今、そこで。あ、いける、フェン大丈夫？私、植物学ないけど。はい、失礼します。衛生兵です。あ、大丈夫よ。衛生兵です。あ、これ、ちょっと待って。バレたらまずい。やばいやばいやばい、信頼と実績のドワイティがまずい。やばいよ、これこっち来られたら結構まずい。あー、なるほど、釣ってくれる。これいけんじゃない、これ。どこまで行くか。あ、でも近いところに釣ってくれるんじゃない。近い。いや、これでも2人いれば多分大丈夫だと思うけどね。普通に2人同時にもう突っ込んでったら大丈夫だけど、ちょっと息合わせないといけない。このウサピョンと今ちょっと待って、いや今、あー、ちょっとまずいかも。あー、オッケー、素晴らしい、素晴らスイートです。もうさすが、はいはい、もう素晴らしい。あ、すごいよ、もう医療キットでいいね。